駅はどこですか？サドリサドリース。おー、どうも、ジョージ・アルヒの野口です。皆さん、YouTube って言えば何だと思いますか？そう、商品紹介ですよね。そういえばやったことなかったんでね、ちょっとやってみようと思います。今回紹介していくのはね、こちら。うわっ！万能通訳機、ポケトーク。翻訳機ならぬね、通訳機なんですよ。僕が持ってるのはこの2018年モデルでちょっと古いやつなんですけど、言語を一切話せない僕にとってはね、とてつもなく便利なものでした。今日はこいつがね、どれだけ便利なのかについてちょっと話していこうと思います。海外に行きたいけど言葉喋れないって人はこれ見たことある人いるんじゃないかと思います。まあ、ポケトークの性能なんですけど、内蔵言語は74カ国語。Wi-Fi やスマホのテザリングで使用可能で、グローバルシムっていう使用方法もあります。で、音声入力で自動出力される。数ある翻訳ツールの中で僕がこれを選んだのは、これにしかね、ジョージア語が入ってなかったんですよ。英語とかね、ポピュラーな言語は音声入力で音声出力ができるんですけど、こんにちは。お元気ですか？ How are you? 残念ながらね、ジョージア語は音声出力でも文字出力になっちゃいます。ありがとう。まあ、入ってただけでありがたいですよね。で、Wi-Fi なしで使えるグローバルSIMっていう機能もあるんですけど、国が限られて、ジョージアはその中に入ってませんでした。これもでも2018年現在の話です。今はちょっとよくわかんない。グローバルSIMの場合は2年ごとの契約になってて、ちょっと値段が高めになってます。多分今はね、新しいバージョンも出て、ものすごい性能も上がってると思うんですけど、一応概要欄に商品の公式サイトとか載せておきますんで。あ、企業案件じゃないですよ、これ。1円ももらってません。で、肝心の使用感なんですけどね。言語を選択して喋るだけなんで、めちゃくちゃ簡単です。結構長い文でもね、全部通訳してくれるんで、英語とかなら割と普通に会話することができます。でもね、ジョージア語の場合なんですよ。音声出力がないんで、いちいち相手に読んでもらわなきゃいけないんですよね。で、しかもたまーにちょっと、全然違う言葉に翻訳されちゃったりして、相手困らせちゃったりするんです。で、これまあ今も使い続けてんのかって言われると、実は1年半ぶりぐらいに見つけて引っ張り出してきました。てかね、1年済んだ時点で全然使わなくなってました。いや、むしろ3ヶ月くらいから多分使わなくなってたかもしれないです。しかも、主な使い方はメッセージを書くときに、この片手に持って、こう伝えたいことを喋りながら確認しつつ、文字を打ってました。完全に通訳機の使い方間違えてますね。で、主に英語に使用してました。英語を訳すときはね、結構正確で、結構なパワーを発揮する。で、まあ、数ヶ月使ってみて、通訳機は必要かっていうと、旅行とかで英語とかポピュラーな言語も喋れない、ちょっと僕みたいな海外初心者の方はとても便利だと思います。英語に使用するときはね、すごい正確なんですよ。でもね、長期滞在とか移住の場合は、使うのは最初だけですね。だんだん使うのが面倒くさくなってくるし、何よりね、ちょっとタイムラグが、せっかく自分のために時間を割いてくれている相手に対してね、なんか、とんでもなく失礼な感覚に襲われてくるんですよね。いや、多分実際結構迷惑です。で、ジョージア語とか、珍しい言語はうまく伝えることができないんですよ。やっぱりね、機械に頼らず、言語は自分で覚えるのが一番だと思います。僕が買った当時の値段は、29,800円。多分今はもっと性能のいいものを同じ値段ぐらいで手に入れることができると思います。まあ、まとめますと、ポケトークはね、コンパクトで持ち運びもとっても便利で、Wi-Fi とか SIM があればどこでも使用可能です。でもね、割と珍しい言語はうまいこと翻訳してもらえないんで、海外初心者ですごい心配な方は、Google 翻訳とかのね、アプリもダウンロードしておくと便利かと思います。んでもね、やっぱ言葉はね、自分で覚えて、話すのが一番だと思います。これはね、いらない。日本が思いつるある日。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。